俳優の浜田武史29が6日都内で t b s 系、ドキュメンタリー番組浜田岳と地上最大獣アフリカゾウと過ごした8日間27日午2時の制作発表に出席した。撮影は昨年9月アフリカケニア共和国のサバンナで行われ浜田が鼻先に息を吹きかける方法でアフリカゾウとコミュニケーションを図ることに挑んだ。 会見で、浜田はサバンナのスケール感を目の当たりにして言葉を失った。体験したことがないスケール感だったと振り返った。野生のアフリカゾウは家族を守るときは凶暴な一面を見せることがあり、現地の先住民、マサイ族からも恐れられ、害獣とも呼ばれている。野生の動物と目があったときの緊張感は動物園にはない。危険な目には合わなかったけど、 ドキドキ感があったと話した。前回はマウンテンゴリラとの挨拶に挑戦し成功。アフリカ像と共通しているのは戦わずの美学。使徒と隣り合わせの生活しているのに基本的に戦わない。悠然とした姿にかっこよさを感じたと熱弁した。